せーの、下町上町中町です。始まりましたってことで、今日は何ですか？今日はスタバ新作。スタバではない。間違えた。スタバかマックかミスとかどうでもよかったね、新作。はい、ということで今回ミスド新作と食べ放題系ってのもたくさんいろいろ種類買ってきました。今回の新作は抹茶のミスドの新作もあって、それプラスグラタンとかが、グラタンパイっていうのが出てきてますね。で、この飲み物もなんかよくわからないんだけど、タピオカ、ドリンクハッピーって書いてあります。だからあやヒューマンハッピーなんで、これドリンクハッピーということで、あやの気持ちに少しでも近づきたい方はぜひ飲んでみてください。あや、こっちがいい。なんだか何なんだ、色的に。じゃあまず飲み物から飲んでいくか。いただきます。チュース。あ、ごめん、もうチャンじゃないから、ごめん。うわ、ハワイの女色はこれね、ダリーは。んフルーツか、めちゃくちゃいっぱい。酸っぱいな。なんかムニムニ入ってない？ナタデココかな、これ。ナタデココじゃない。寒天、ゼリー、ゼリーとかも入ってる。で、果物も入ってるね、これ。めちゃめちゃ美味しい。美味しい。何味かわからないんですよね、これ。こっちの方が酸っぱいから、ね、マジマジ、こっちの方が酸っぱいわ。なんかティーじゃない、ティーの味する。アイスティー的な、奥のアイスティー感じする。調べた方が早くね。調べよう。なんだろうこれ。予想、何予想。これは多分、何味、ドリンクハッピー系だと思う。いや、当たり前。あと読んだままじゃん。トロピカル系だと思うんだよね。新食感、ゴロゴロフルーツとナタデココの、ナタデココだ、だから、ナタデココの食感が癖になるフルーツティーね。フルーツティー、ほらこっちフルーツティーでしょ。ストロベリーキウイアールグレイティー、これ。ほら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 、これがトロピカル系でしょ。パイン、マンゴー、パッションフルーツ、ジャスミンティー。ほらだから、トロピカルだね。トロピカルじゃん。うん、黄色のフルーティーと赤色のフルーツティーの2種類ですね。これうまいわ、うん。はい、じゃあ水飲食べていきましょう。はい、まあ、ここでちょっと 先に謝っとこう。俺カジノ行ったのよ、韓国の、うん、で俺そこでガチで500万とか買って、うん、動画でその勝ちをあやに返すっていう動画考えてたの、うん、絶対に勝つ気持ちで言ったから、うん、140万負けた。マジごめんなさい。え、マジごめんなさい。全然別にあやには被害ない。お前が負けただけっていう。本当に返したかったのよ、それで。で、動画あっちでも買って、動画撮って、これあやに返したら隠さなくていいよ。食べるの隠さなくていいから。チャーハン準備ないでしょ。そうだよ。だから隠してた。俺ミニチャーハン買ってきたのに、こいつが食べてるの。さっきからバレないように。あやとはここは1週間以上ぶりだよね。1週間ぶりぐらい、1週間ぶりぐらい。ハワイ行ってたんで、あやは、うん、まあ最高だったでしょ。うん、まあ最高って感じ。犬とお泊まりしました。うん、最高だったね、お泊まりね。何がたくさんダラダラした。ね、いつもじゃん。いつもじゃないですよ、いつもじゃないです、全然。しかも散歩もめっちゃしたわ。こうやって寝て、2人がここに、うん、こう、うん、毎日、うん、毎日。あれ俺まだ忘れてないからね。最高だった、本当に。あれが、あやも今相当可愛い可愛い時期でしょ。1週間ぶりだから。うん、しかもトリミング終わって、あ、見て、可愛くなりました。超可愛い犬、ね、こんな可愛い犬いるの。可愛いね。ちゃんとお尻も支えてるから、犬にも吹かない体勢なのでね。みやちゃん嫌な顔してんじゃん、めっちゃ。見てこれ、可愛い。ぬいぐるみみたい。あー、よいしょ。第1ドラフトから新作から食べた方がいいのかな。新作はまあ こちらだね。じゃあ私が一番好きなやつ、こちらです。うん、おいしい。え、それが一番なの。うん、シンプルポンデリングじゃなくて。うん、え、じゃあ俺これもらってもいい。うん、いただきます。ミスド久しぶりだわ。うん、おいしい。ちなみに俺140万負けだったんだけど、ジュジュが220万負け、ジュキヤが300万負け。え、やばくない、うん、考えられないでしょ。幸せになれない三重師とか。そう、塩なめ三重師みたいな。けどみんな帰るとき笑顔だったんだよね。なんで？それがカジノのやばいところ。やっぱ楽しいな、うん、やっぱりカジノって楽しくて、負けても楽しいからハマっちゃうんだろうなって感じなのよ、うん、本当に無理だわ。あや立ち直れない。無理っしょ、うん、あや的なケチ精神だったらさ、うん、何もない300マイナスと意味わかんないでしょ。無理無理無理、本当に無理。先輩だし言ったんだけど、うん、先輩の中の一人が全財産を持ってたの、うん、先輩の会社の社員さんが来て、全財産600万持ってきたの、うん、で600万だろうって。えその人だけ本当に絶望してた。だろうな、全てを失ったっつよ。でも俺はちょっとしばらく韓国から足洗おうかなって。もう今ちょっとカジノしたいドーパミンが出ちゃってるから、うん、韓国行ったら絶対行っちゃうと思う。これやめるやめる、危ないよマジで。やったことない。やったことないでしょ、うん、
パチンコとかスロットも一回もやったことないでしょ、さすがに。何かかけるみたいなのしたことない。本当にイラついちゃうし、あれって顔とかに出やすいからさ、顔と態度に出やすいから。でも多分カジノとかは、イラつけばイラつくほど悪い方に行くの、だからもう、あやじゃダメ。ダメ、でもあやって当てそうじゃない？当てそう、そういうところでもね、持ってそうで。やっぱドリンクハッピーだから、ヒューマンハッピー、ね、ヒューマンハッピーなんで、たぶん。どうだったハワイは。いや、もうハワイとかもさ、もう行くところないでしょ、行ったことないところ。まあ大体はあるかも。だから同じところ行ったら。あ、同じところも行ったし、新しいところも行った。あの、線路のところは、線路めっちゃ登った。あれは初めて。あれ何？あれは、そういう山、ココヘッドっていう、ハワイ一過酷な山。マジで？そんなとこよく行ったの、お前が。ね、なんか、若くないとこれも登れないよなと思って。あ、やばっ！くっそ。あった。じゃテディベアと同じ扱いで、その餌バレ。ダメ！ほら、あの。危ね、今。ダメって言われて、やっぱテディの真似を一瞬しようとしたからやめた。見てなかったからお前が。いや、チェーンになったから。人の奪うより先に持ってこい。お前も人の奪ってる。やっぱさ、若くないとできないじゃん、そういうの。いや、まだまだその話まだでいいかも。絶対うまい、やばいこれ。じゃあ絶対奪う。もうお腹いっぱいあってこい。ガチでこれだけ食べて絶対美味しい、これ。じゃあ、温めてきました。じゃあ、キモ。キモくないしね。絶対にどう頑張ってもジャー入れたい人のやつだもん。水のチャーハンってバカうまいよね、これ。やばいんですけど。うん、どう、うまい、マジきつかったよ、本当に。どれぐらい登るの？あやたちは50分ぐらい登りきった。もうひたすら階段、あれ。いやー、ちょっとあやがそれやったってのはすごいわ。特にあやが。そう、あや好きだよ。いや、あやはほんとそんなだるいのやんないじゃん。やるやる。やるの？海外だったら何でもやる。そうなんだ。景色のため、あれは何？達成感。達成感。トアもつらそうだったわ。うん、あ、マジか。だからトアは結構足腰系 YouTuber じゃん。トアがきついんだったら多分みんなきついね、本当に。マジでまず5時から登ったから、真っ暗なわけ、まだ朝の5時。そう、うん。で、もう前も見えなくて、iPhone のライブを撮影しながら登って。え、他の人はいないの？あやたち3人だけ。ほとんどいない。へえ。で、途中で大雨降ってきて、雨に打たれて、マジ人生みたいな山でしたね。でも最後は晴れたの。晴れて。人生じゃん。人生、マジ人生。マジ人生じゃん。きつかった。なんか、あやが登ろうって言ったの。まず。で、二人が、え？みたいな。さすがに5時起きでやばくないみたいな。なって、で、まあ、まず一旦トアを説得して、で、トアはまあ、じゃあ、みたいな。いいよ、みたいな感じで、OK 出て、で、その後、ニコちゃん説得して、いや、マジで、みたいな。人生だし、みたいな。登ってくれて、なんか若くないとしないじゃん。やっぱりさ、朝5時に起きてとかさ、若いからこそできることをしたくて。それはいいと思う、考えがすごく。そう、だから、登らせていただいたって感じ。え、それお金かかんの？かかんない、無料。無料で登るんだ。へぇ。純平とか多分、無理だと思うよ。文句ばっかり言うじゃない。文句ばっかり言う。え、その文句なし？文句って何？もうやめようよ。もうだるいとか、もうつらいとか、そういうの。きついはある。ああ、きついぐらいか。うん、けどやめようっていう言葉みんな発せなかった。ああ、それいい集団。そう、アレフが降っても、いい集団だ。でも一旦ちょっと、え、これやばいんちゃうとなったの。これやばくない？どう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 みたいななったけど、登りきった。それはいいわ、ほんと。俺とジュキアだったら、もうやめるって言いそう、ほんとに。絶対言っちゃうと思う。絶対言うと思う。ジュキアと純平は一旦心を洗いながら、そこ登っていった方がいいと思う。心洗いながら？洗いに。洗いに。うん。あとは新しいとこ行ったのか、ハワイ。まあ海とか、行ったことない海行ったりとか。まだあんだ、行ったことないところ。行ったことないレストランとか行って。最高だった。うん。またなんかあやさ、来月遠征入ってない？お仕事でね、入るかも。すごいですね。純平はなんか新しい仕事入った？新しい仕事、ちょっとあやにも相談というか、家族ラインが動いたら思い出して。思い出してって言い方で、俺らが小学校の頃、てか子供の頃からずーっと通ってるお店があるのよ。大人になっても今でも行くお店が、本当に店主さんの体調不良で3ヶ月今店が閉まってるのね。それどうするっていう。あの味ってさ、あの店でしか食べれないじゃん。あの店俺どうしても潰したくないの。俺 DM 送りました。え、あの店に。何でも力になります。送ったんだけど、まあ、返信返ってきてないの。今日の朝送ったから。どうするよっていう。本当に大好きなお店で、俺らが。で、絶対にその味をね、俺は受け継ぎたいの。でも、その自営業みたいな感じで、多分お父さんかなが、ちょっと体調不良で、今店やってなくて、
あのままお父さんがね体調ずっと良くなくなって、うん、誰かに味を継承できないとなったらあの店とか潰れちゃうの、うん、それだけは俺避けたいの、うん、だけど今さ、すいませんそのお店買い取らせてくださいっていうのなんか逆超失礼じゃん、うん、だからどうしようっていう、だから順平が嫁ぐしかない、え、 YouTube をやめて、あれ YouTube やりながらじゃダメ、うん、YouTube やめてもそれに専念の専念するしかない、だから一人さうちの仲間で川がいるじゃん、うん、川って今ポケカで働いてるけど、うん、川にそれ言ったの、うん、川を連れてったことあるから、うん、何回もね、あのうどん屋を継いでほしいとか川に言ったの、そしたら やりたいです俺もそこの職人になりたい俺説得してるから、あとはその店あいつ何でもやりたいやん何にでもなりたいやんそう何にでもなりたいやついるのよ一人川って、川って何者かになりたい何者かになりたいっていうあの男で、だから今は職人さんを目指してるんですけどもお店場にねバイトとして弟子としてっていう交渉しようかなと思ってて、うん、いいじゃん、うん、本当にあれだけはその場合ね、やっぱ常連さんを大切にしたいじゃん、うん、俺らも常連さんだから、うん、だから SNS で発信しない可能性あるじゃん、うん、でも発信しないとどうなのっていう、そこに迷ってる今、そのお店をどうしていくか、例えば2店舗3店舗っていろんな都内に出していくか、うん、あの味はもうほっとりみんなに食べてほしい、うん、けどそのお店を宣伝するだけだとただ若者たちが来てやってきちゃってさ、うん、常連さんが居づらい店になっちゃうから、うん、だからそれは違うなと思ってるから、うん、いろいろやり方あるんだけど、まあ、まだ返信も返ってきてないですどうすんの、あ、全然やめないっすみたいな大丈夫っすよみたいな、あ、じゃあ全然通いますよ全然通いますよじゃあまだ全然大丈夫っすよみたいな感じだった、いやでもそんなお店に出会えたことが嬉しいなと思うね、こんな思えるって素敵な思い、じゃあいつかそのお店のホールお母さんかもしれないもんねゴールデンウィーク中ってリビア奪われるんだよ、なんで預かりたいから、なんか1匹だけがいいんだけど本当は、うん、おばあちゃんと一緒に旅行に行きたいから預からせてほしいっていう案件だったんだけど、案件ね、案件だもん、うん、案件だったんだけど、うん、どっちかにしてって言おうとしたの、あ、うん、テディかベアかどっちか、うん、でもさおばあちゃんが好きなのはベアだったんだ、普通におばあちゃんが好きなのはベアだし、おばあちゃん抱っこするのが好きなの、そう犬を、そうで抱っこ、もうベアもおばあちゃんめちゃめちゃ好きなんだけど、うん、ベアだけ連れて行ったら、うん、遊ばないじゃん、うん、まず、うん、あのドッグランとか行っても遊ばないから、うん、はしゃいで犬を見れなくなっちゃうそう、うん、はしゃいがない、うん、でお父さんがそれだとつまらない、あの一緒にドッグランとかで遊べない、うん、でもテディにするとおばあちゃんが抱っこしたいから、うん、でもテディは抱っこが好きじゃないから、うん、抱っこできないけどたくさん遊んでくれる、どっちかになっちゃうじゃん確かにな、うん、だから無理だから両方も預けるじゃん、確かに本当にいいバランスでいらっしゃいます本当にもう何回も言うけどいいバランスでやらせてもらってます本当にでもおばあちゃんも久しぶりなのね、うん、おばあちゃんに孫は無理かも、ひ孫とと、うん、でもいとこがもうひ孫見せてくれてるの、まあそうだけど、おばあちゃんでもさ見せたくないてかおじいちゃんに見せたかったんだよね、あやひ孫、うん、わかる、おじいちゃんも、あと日野のおばあちゃんもね、うん、おじいちゃんもうちょい生きてくれなかったかなてかもう本当それはそうそれはそうだし、うん、おじいちゃんきっと嬉しいよ、きっと嬉しいと思う、でも俺は本当に申し訳ないのは、うん、やっぱり日野のおばあちゃんの方には誰もひ孫を見せてない、確かにそれがもうね何度も殺されかけたからお母さんのお母さんなんだけど、そう、ほんと変わってんだよね、そのお母さんも変わってるから、そのお母さんも変わってるって決まってるやん、うん、そう本当に何度も純平のこと殺そうとしてる、そう、包丁で殺すよって言われたしめっちゃシソ育ててる裏庭でめっちゃシソ育てんのよ、シソジュースとか作ってたからね、ええー、そうなの、うん、まずそう、それは人によるだろ、シソジュースは純平がおばあちゃんのここを触りまくって殺されそうになっておもろくないおばあちゃんみじん切りするときこうやって結構はタンブトップ系なんだけど、おばあちゃんなんかもうほんとめちゃくちゃ見えてんの、ここなぜか覚えてないけど、どんな服着てたかは、タンクトップ系こうやってやってるとめっちゃ揺れてんの、これはで、それをずっとこうやって、俺が小さい頃ね、だからこれぐらいの角度でこうやってやってたら殺すよって何度も、危なかったね、ほんとに何度も殺されかけてた、危なかった、ほんとに必ず親には孫を見せてあげなきゃいけない、それはもう俺ら的には使命じゃん、うん、お父さんお母さんには見せなきゃね、うん、さすがに、それで焦ってるもん俺、やばい、うん、だから結婚できるとは思ってんだけど、それよりも両親が生きてる間に結婚しなきゃ、うん、両親が生きてる間に子供産まなきゃなっていうのがちょっと自分の中で親孝行として一つあるから、でもだってあやの方がプレッシャーやばい、だって全編もう無理だから、あやに全編無理じゃない、無理じゃない、無理じゃないから、まあ、この責任はあやにしかないから、でも俺も仲間家継承の責任俺にあるじゃん、で仲間家って割と聞いたくないでしょみんな、うん、だから仲間家を存続させるためには俺も頑張んなきゃいけないんだよ、
でももう親も諦めてるだろうし、諦めてないと思う、諦めてないと思うし、別に最悪アヤが仲間になってもいいわけじゃん、うん、夫側の名字を使わないっていう選択肢もあるし、うん、まあでもまずアヤの孫を見たい最近の俺は。逆だろって、お兄ちゃんのだろ。いや一旦アヤの見てはどんな感じの顔生まれてくるのってDNA 強めなんです。そこからね、ちょっと俺に似てる可能性もあるからね、うん、正直アヤの子供が。確かに。そしたらどうなんやだーやだーじゃないよ。最悪。小さい頃の動画でさ、すっごいコメント欄で多かったのは、お母さんの声はアヤの声に似てて、お父さんの声は俺の声に似てるって。もう本当に自分で見てても思う。嘘。お父さんの声は本当まんま今の俺の声。マジで全く一緒だから、すごい。全然思わなかった。本当に、うん、DNA すごいなと思ったけど。全然お父さんの声。もう正直ね、もうこれ、ま、前も言ったけど、俺小さい頃の動画本当に俺好きで、うん、プライベートも見てんだけど、うん、とにかくもう本当アヤが今可愛くていつまで続くんだよその要因。気持ち悪い。お前そういう目で見てんだろ、アヤのこと。そういう目で見てるわけないだろ。お前そういう目で見てるわけないだろ。前のこと3歳だと思って見てんだよ。あの時のビジュアルで。だからもう本当こんな感じだよね。いや、しようしても早く本当大きくなったよね、こいつ。恥ずかしい、なんか。あやが大きくなってて。なんでだよ。なんか、綺麗になったね、本当に。うわぁ、もうなんか、早く子供欲しい。俺もう本当にあの、小さい頃のあやが可愛すぎて、うん、とにかく。あれ可愛いね。正直、可愛すぎた。あんなに可愛いと思ってなかった、俺。あれは可愛いわ。ねえ。結構、子供の中でも可愛いすぎた。可愛い性格、マジで。母性本能がね。あの、ブスな感じがいいよね、また。ブスカワ。そうね、ブスカワだったね。うん、ハワイでクロムのアクセサリーデビューしちゃった。うそ、どれ？つけてないけど。え、見たい。で、女子でクロムのアクセサリーって割と珍しいというか、見ない。え、最近結構流行ってるよ、やっぱ。そうなの？女子でクロムつける。いや俺もね、今ね、アクセスに迷ってるんですよ。昔まで金ネックレスとかさ、金のチェーンとかつけてたじゃん、ここに。まあ今はちょっと時計なんかもつけちゃったりしてるんですけども、まあ時計だけで、今ネックレスとかさ、何がいいか分かんないんだよね。ちょっとアヤに聞こう。てか、アヤがいる時の話って話ですね。すいません。ブレスレット？うん、ネックレス。がっつりクロムだ。そう、まずはこちら。はい。クロムの。クロムといえばって感じだね。そう。十字架の。ちっちゃいやつから、うん、とこちら。うわっ、かわいいっしょ。がっつりやっちゃってるね。そう、がっつりやった。うわー、がっつりクロムだ。かわいい。かわいいよね。超かわいい。マネージャーも180万人買ってるからね。うん。え、かわいい。なんかさ、1個こうやってさ、ごっついのつけてるのかわいくない？かわいい。女子がつけてるのがかわいいわ。そう、だから買っちゃいました。ね、俺もアクセサリーさ、ネックレス悩んでんだけどさ、うん、何がいいかな。俺いろいろ調べてて、うん、アミリのやつとかもあるんだよ、うん、あと6万円とかの、うん、アミリのネックレスとかいろいろあるんだけど、うん、今何着てるアクセサリーブランドっていうか、それほんと買おうと思うんだけど。どういうあれがいいの？ちょっとさりげない感じ。今までずっと騎兵をつけてたじゃん、うん、だからがっつりじゃん、うん、だからさりげなくおしゃれみたいな。クロムの細いやつが可愛いよ。何クロムの細いやつ？クロムのこういうリングだけ、こういうやつだけの、チェーンだけ、チェーンだけのやつあるけど、うん、そういうのとか可愛い。それね、マネージャーなんだよね。マネージャーもつけてるじゃん。じゃあカルティエとかティファニーの細いやつにしたら。カルティエ、ティファニーね、うん、カルティエか、うん、カルティエ買ったことないわ。ちょっと夏だからさ、もう半袖になってくるじゃん、うん、早めにね、そのネックレス買いたいんだよ。これめっちゃいいな。ちょうどよくない？大きさも超いい。とはもう一個ちっちゃい十字架のやつ買ってた。これめっちゃいいな、可愛いな、本当に。ちょっと、うわ、いいわ。わ、いいわ。全然いいもんね。うん。いや、やっちゃおうかな、クロム。いっちゃいね。え、クロムいっちゃっていいかな、俺。え、めっちゃ可愛い。可愛いよね、クロム。いいな、素敵。キモ。女子じゃねえんだから。なごみちゃんみたいな。あーって感じで、妹のクロムつけて。素敵。プライドも何もない。もう。ちょっともう、めちゃくちゃ昔の話で申し訳ないんだけどさ、やっぱあの瞬間、なごみちゃんの婚約指輪を、結婚指輪、婚約指輪。をもらった時のあの表情っていうのはさ、いずれアヤも来るわけじゃん、うん、早く来たいでしょ、あの景色。うわーってわーっていう。やりたい、ね、やりたい。自分でいくらリングとか買ってうわーってなってもさ、うん、あれとは全く違う感情じゃん、うん、いやーちょっと俺だってアヤの結婚スピーチとか何回もしてるから、俺妄想で。妄想でしょ。そうだから気持ち悪い。本当に準備しないよ、とはだよ。いや、さすがにやばいっしょ。友人代表と家族代表でしょ。え、家族はお父さん、うん、もちろん。ち、やばいって、それは。お父さんじゃ、俺に何もさせないのやばい。うん、だから結婚式呼ばないし。あ、やばい。それやばい。やばくないよ、だって、元嫌いな人だし。じゃ、元嫌いな人やめて、その、元だからいいじゃん。なお嫌いな人じゃないんだからさ。元嫌いな人。元嫌いな人呼びたくないよ、結婚式。それで言うと俺も元嫌いな人だからね。別に、嫌いな時ないじゃん、彩のこと。彩のこと嫌いな時ないじゃん。いや、子供の頃嫌いだったから。でも6歳とかでしょ、うん、嫌いとかじゃないじゃん、嫉妬でしょ。嫉妬。あやの方が可愛くてごめんねっていう。
ゴールデンウィーク、テディベアいないからめちゃめちゃ遊んでやろうかなと思って。あ、逆にね、はい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 、お酒とか飲みに行ってなんかしちゃうか。あ、気使わないからね。そう、うん、確かにいいんじゃない。ちょっと暴れモードになろうかなと思って。最近暴れてないでしょ、全く。マジで暴れてない。てかさ、暴れないとダメだよ、あや、ね、出会いないでしょ。マジない。俺、あやが心配なの、今。うん、正直お前に心配されたくないんだけど。勝手に心配するんで、そんな怒られても勝手に心配してるんでいいんですけど、やっぱり俺よりもあや、うん、の方がハードル高いのよ、絶対に。何が？彼氏を作ることに対してのてか、条件っていうのかな。男性がね、ある程度有名とかある程度お金持ってるとか、それは別に女性が誰でもいいと思う、うん、女性が本当に何もしてないニートの子でも、うん、お金稼いでる女の子でも、まあある程度ね、うん、お互い良ければいいと思うんだけど、あやの場合は男性がやっぱキュッとなっちゃう、うん、女性がすごいパターンで男性がニートパターンってさ、ひもいが今の何？爆発してた爆発してたよ。ひもになる以外さ、ないじゃん、うん、だからある程度さ、男性もさ、お金が稼いでて、ある程度あやと金銭感覚が合うような人じゃないときっとダメなんだよ、うん、ってなると、まず範囲がキュッと小さくなってて、うん、でも逆に選びやすくない？あ、絞られてるからだ。そう、でもそんな人にどこで出会うんですか？いや別にお前に言われなくたって出会うし。いや絶対出会えないの。しかもあや嫌だもん、俺他人だったら。なんで？あや、なんか可愛らしくない？ちょっと怖い。だってそんな、だってさ、お金持ってるアピールなんてしない。いや、お金持ってるアピールじゃなくて、そもそもが怖い、あや。で、思うじゃん、あれめっちゃ可愛いからね。いや、マジあや可愛くない。マジマジマジ、なんかあんま笑わないようにしたりする。違う、それが可愛いのかどうか分かんないし。うちの会社のメンバーの中では、あやさん、ちょっと今日怒られてる。え、嘘。話あるから。嘘。うん、あや、あやさんです。今日機嫌悪くてちょっと怖かったね。そんなことないよ。朝とかちょっとあや怖かったね。マネージャーはいつもあやに仕事の話するときさ、 TGC の楽屋とかで、うん、すごい下から行くもんね、うん、あやさん今喋っていいっすか、ね、今大丈夫っすか、ね、あやもう、はい、ちょっと遅いの。今喋っていいですかで、はいならいいじゃん。今喋っていいですか。あ、はい。この間が怖いの。この間が、あやの携帯いじってる時、この間怖いから、お前あれ。そんなことないよ。だから他の人たちは、俺って兄弟だからさ、あやが怖いというか、あやがこういうやつって知ってるからあれだけど、他の他人から見たらあやは絶対怖いんだよ。そんなことしないもん。そんな怖いことしないもん。超可愛いよ。マジでマジで。自分の可愛いポイントは、まず自分のアピールポイント言ってみるか。ポイントとしてはやっぱあの、なんて言うんだろう、その面倒見たくなっちゃう、あやのこと。そう、あやっぱあの妹気質やけん。やけんってお前誰の真似してんねんお前やけんってお前妹キスやけん、かわいいなみたいな、あそのお茶目だなみたいな。なるほどね。そう、あと飲み会であんま動かない。おー、グラスついたりとか。今はない。食事のサラダとか取り分けたりない。嫌だなこいつ。あんま笑わなくてサラダとか取り分けないでしょ。最悪な CEO こいつ最悪な CEO なんだけど、マジで何もやらない。あとはあの笑顔でお話する。ああ、楽しい感じでね。そうそう、お話をしてくれる。そう、うん、でめっちゃお酒飲む。うん、それもまあ人によるけどね、うん、お酒飲む人がいいっていう人もいるからね。飲み会ではめちゃめちゃ飲みます。うん、あとじゃあ私生活ベースで言ってよ。私生活でいいこと、うん、付き合って、うん、あのプラスがある。その飲み会とかじゃなくて、うん、ああ私と付き合ったら。そうそう、私と付き合ったら。ああ私と付き合ったらね、はい、時間足りるか。じゃあ時間見てんの。怖いね。まず家広い。はい、まあ、快適な家があるよ。快適な家がある。もしその同棲するってなっても、うん、あやんちに同棲しようってことだよね、うん、全然ここいいよ。はいはいはい、はい、一緒に住もうよ。うん、それ全然ある全然ある、うん、あとワンコいるよ。うん、かわいいワンコちゃんたちがでかいですこれ。2匹いますけど、それ逆に言うと付き合って別れちゃった場合ね。あ、きついです。寂しさがきついです。それは寂しさエグミッションで、ね、うん、もう別れた時のことを考えたらきついんですけど、でもほんと3人に愛されるっていう覚悟。うん、だから家族が一気に増えるよって。そう、俺もいるし普通に家族も名乗るよ。福山雅治くん。あとは、はい、ご飯作る。うん、ご飯、こいつ意外とご飯作るんですよ、うん、ご飯めちゃめちゃ作る。はい、あと、寝相悪くない。おお、それ大事。寝相と寝息、いびきかかない。あ、それ大事だね。うん、あと、おならしない。あー、はいはいはい、幻滅しないよって、うん、うん、ゲッパーするよって。はい、トントンですおならとゲップトントンです。ギリ、ゲップの方が嫌な人もいるし。あとは、うんこ長くない。あー、でかく、でかいっしょ、これ。うん、でかいでかい。風呂長い、こいつマジで。風呂は長い。風呂2、3時間入るからね。だから先入ってください。先入ってください。あとは、美容めちゃめちゃ共有するよっていう。
これはすごく大事だと思う、うん、俺今本読んでんだけど、やっぱ近くにいる人の真似をするっていうのは人間の習性なんだって、うん、だからアヤがやっぱ美容頑張ってるからアスネとかもね、うん、ちゃんとやってるから俺もアスネやるし、うん、美容やるしっていうのがあるから、近くの人が意識高いのは大事、うん、超大事だと思う。困ったことがあったらサプリとか何でもおすすめするし、うん、スキンケアとかも困ってることがあったら全然相談とか乗るし貸すし、うん、美容意識は上がるよっていう。そうね、はい、あと生活リズムも良くない？あ、良くなる。その、あの夜型の人とかもきっとあや早寝早起きだから、うん、いい生活リズムになるよって、はい、ぐらいですかね。そうですね、あとは、うん、あの海外旅行よく行くからそんなずっと一緒にいなくていいよっていう、うん、あーなるほどね、うん、たまには自分の時間を遊んでよみたいな。そうそう、遊んでいいよ、キャバクラ行っちゃう、行っちゃうよ。別にそういいの？あ、全然いいです、うん、キャバクラ行っちゃいやっていう、うん、でもやっちゃったらそれやっちゃうよって感じ、ね、やっちゃうならこっちもやるよ。それは覚悟しといて。どうぞ。じゃあ、あと一番怖いのはあの情報もすごいです。きっとだけど俺アヤと付き合ったとするじゃん、俺が他人でどこで何やっても絶対アヤにバレる。そう、これはね、アヤはすごい。いや、全然持ってない情報。いや、なんかさ、もし彼氏ってなったらそこの情報手に入れられるでしょ。手に入れないようにするよ、アヤ。あ、逆に、うん、知らない、探りたくないから。あくまで赤の他人なんで、うん、何かあった時すぐ赤の他人のふりします。はい、何かあればね、何かあればすぐ赤の他人。そう、だから本当俺は助かってます。何しても血の繋がった家族だから今までこれでもすっごい。ありがとうございます。ほんと赤の谷だったらやばいよね。やばいやばいやばい、危ない。もう YouTube 始めて4日ぐらいでもう赤の谷扱い。赤の谷扱いでした。危なかったです、ほんとにありがとう。血に感謝って感じですか。感じですかね、うん、すごい良くないですか。めちゃくちゃいい。じゃあ俺もいいことばっか。俺も言っていい、うん、俺と付き合ったら、うん、まずある程度いい生活はできる、うん、普通にある程度お金あるので普通に生活できる。ご飯屋さんとか飲み屋さんとか急に困った時、うん、何でも相談乗れます。あ、まあ確かに。本当に、新宿でどっか美味しい店とかですぐ出せる、うん、予約できる店とかすぐ分かります。そういうのできます。あとお友達が多いので何か仕事がやりたい時、うん、例えばちょっとジュエリーブランド立ち上げたいんだよねとか、そういう時相談できる相手がたくさんいます、うんうん、それ仕事関係強めです、うん、あとは妹がいるので何でも聞きます。その今あやちゃんに聞きたいことってみんなたくさんあるんだよね。俺すごい言われる、あやちゃんに今韓国で行った方がいい美容のお店クリニックとか教えてくださいって間接的に聞かれるの、うん、そういうのも全部あやに聞けます、うん、あやの美容真似できます。テディベアにも会えます。まだオープンカーも妹持ってる。なんだやばもうあやじゃんそれ。お前じゃないじゃん。まあとかもろもろね、いろいろありますし、暇もあるよっていう、うん、時間もある程度あるので夜とかは、うん、夜とか基本的に空いてるので時間作れますと、とかですかね。まあ割といいんじゃないでしょうか。あんまいいことない。いや、あるじゃん。最近意識高い生活してるんで、まず朝ごはんは納豆ご飯ですし。ですし、関係、別にお前が納豆ご飯何食ってようが何でもいいわ。で、ジムとかも行ってますし、意識も高く、で、今本もすごい読んでるので、うん、意識高い系の感じの生活になると思う。観葉植物もめっちゃいいになるし。ザ、いい男って感じですね。ですかね、今回はちょっと婚活スペシャルということで、ぜひぜひちょっと概要欄にあのマッチしたい方は、はい、右にスワイプ、右にスワイプで、ダメな人は左にスワイプで。あら、調子良さげに喋って42分か。でも調子良さげだから全部ギュッと詰まって42分ってこと。うん、ギュッと詰まってるね。これいいんじゃない。いいかもしれない。30分超え確定、うん、確定なってから確定案件です、うん、はい、ということで食べなさすぎスタッフで、はい、スタッフで美味しくいただくので、はい、今回はこんな感じでスタバ新作食べつつ話しつつっていう感じですかね、はい、おばあちゃんはもうこの動画見れてると思うので、うん、おばあちゃんにも一言言わせてください、はい、大好きです。大好きです。ということでこの動画の方もチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。Body's moving to the beat. We going up. はい、オッケー。ダメよ。
かわいい。見てください、リングはこんな感じです。ほら、かわいいっしょこれ、マジさすがに欲しいわ。で、ネックレスがお前の紹介みたいな感じこれね、こんな感じで ここで見せた方が見やすいんじゃない、こんな感じこんな感じです。テリーじゃねー。